1時ですがおやつです。ラジオ機の皆さんの知っているおいしいおいしいグルメ、食いしん坊の中みゆきさんに教えてあげてください。下町グルメ選手権。さあ皆さんのお近くのここのたこ焼きがおいしい、ここのクリームパンが、まあ、クリームの量が違うねと思った時にドーンとくるねとか、ここのおまんじゅうもう老舗やけどうちの町ではもうみんな買いに行くところがあるんやとか、そういうところよかったら教えてもらえませんかというふうにお願いをしております。今日はね、八尾市にお住まいのラジオネームデイジーさんという方からいただいたご推薦の品でございます。ありがとうございます。東大阪のニトリモールで祭事がありまして、その時出店されていたいちご大福が衝撃の美味しさだったんでご紹介したいと思いますと。いちご大福です。大好き。私は知らなかったんですが、地元和歌山岩田では有名な和菓子屋さんの白穂というお店、白いという字に稲穂の穂と書いて、はい、これで白穂なんですが、あんドーナツといちご大福を販売されていたんですが、そこでもいちご大福は飛ぶように売れておりました。そのはずです、あんこが上品で一瞬で食べ終わるほどの柔らかさ、2つは余裕で食べることができると思いますよ、うん、大きさよりも味がめちゃくちゃええんですよと、甘いものが少し苦手な原田さんも食べていただけると思いますよということで、こんなお便りをいただきました、うん、白穂というところの今日はそのいちご大福とあんドーナツ、おやつ娘の鹿田かなさんに買ってきてもらいました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はですね、東大阪市にあります白穂さんに伺ってきたんですけれども、はい、場所で言いますと和歌山岩田の駅があります。近鉄奈良線の和歌山岩田ですね、はいはい、この駅からですね、うん、出口があの片側にしかないんですけれども、北の方にあります、この出口が。で、はい、南の方に回っていただくことになるんですけれども、一回あの高架の下を通っていくんですね。そうです、そうです。近鉄の高架の下を通って、はい、で出口商店街に入るでしょ。そうです、うん、出口出て左手の方に進んでいただいて、はい、ちょっとあのその高架どこでくぐれるかなと見ていっていただいたら、うん、あの岩田本通り商店街っていうのが、うん、アーケードがあります、はいはい、ありますね。この商店街をずっと進んでいただきまして、途中で三叉路にぶつかりますので、はいはい、これを右手の方に、三叉路を右手、はいはい、ずっと進んでいっていただきますと、左手にあるのがこの白穂さんっていうお店なんですが。なるほど、はい、老舗なんですか、やっぱりこの白穂さんというのは。ここは今2代目さんがされてまして。2代目ですか、はい、はい、あの38年になるそうです。あ、なるほど、はい、でちょっとあの近くから移転はしてるんですけど、場所はずっとあのこの和歌山岩田の駅の近くにあったということで、もう地元の方々にはとても有名なお店でして、あのね、そこそこあのお店の感じも広くて、中にイートインスペースなんかもありまして。イートインまであるんですか、はい、和菓子屋さんでイートインは珍しいですね。珍しいですよ、はい、まあ、8席なんですけれども、あの4人掛けのところ、8席やったら十分ですよ。4人掛けのところが2つ並んでまして、あのお茶はセルフサービスで出した、自分で飲んでいいわけですか。そうです、あのセルフでこうボタンを押して、ほうじ茶とか煎茶とか、ほんなら店で買ったやつをそのままそこの、まあ、机の上持って行って、うん、自分でお茶出して、そうです、そこで食べることはできるわけですか。はい、来られてるお客さんに、あのよかったらお茶飲んでってくださいねって声掛けを店員さんがされてまして。ああ、そうですか、はい、ちょっとゆっくりされる方も多いみたいです。ああ、のんびりできる和菓子屋さんですね。そうですね、うん、で種類も結構たくさんありまして、まあ、40種類くらいは。すごい、すごいでしょ。和菓子屋さんで40種類、はい、それはすごい。あるんです。なかなかそんなないですよ ね、 すよね。私そんなに思い浮かべへんもん。40種類も。そうですよね。普通はだいたい10ちょっとぐらい、あっても20までかなという感じですけどね、うん、本当にずらーっと並んでまして、お土産に買っていく分と自分でそこで食べていく分と、あ、買ってちょっとゆっくりしてから帰られるっていうような方が多いみたいです。いいですね、はい。でこの方はそのニトリモールの祭事でこの白穂さんのいちご大福、うんうん、これが衝撃やったというふうにお書きいただいてるんですが、はい、あの季節の商品いろいろ変わっていて、いちご大福もその中の一つなんですけれども、うん、季節商品の中ではやっぱりダントツ人気なのがいちご大福なんですって。はあ、で祭事とかに出されるのも、このニトリモールの時が4時間ぐらい出しておられたそうなんですけれども、200個持って行ってもう完売してしまって、はあ、なんでまあ4時間で200個なので、1時間で言ったら50個ペース。すごいですね、よう売れる。
る。そうですよね、大人気ですね。ね、あっという間に。で、あの同じくアンドーナツも200個持っていて完売してるそうなので、やっぱりこの2つを持っていくと間違いなく売れると。ということはよっぽど美味しいということですね。そうなんです。地元の方はもう分かっていらっしゃると。そうなんです。早速いただきましょうか。はい、いやこれね、美味しいというのがね、今ここにいちご大福と、これは何ですか。あの粒あんと白あんがあるんです。あ、どちらもいちご大福。あ、そうなんです。2バージョンあるんです。はい、普通の白い形、これね中がねちょっと透けて見える、うっすらピンクが見えますね。そうなんですよ。これが何とも言えない美味しさを引き出しているという、ね、そんな感じですね。じゃあどっちか食べてください。まあ、もう原田さんお好きな方でいいですよ。先にどうぞ。これ中さんのためじゃないですか。そうです。中みゆきさんに教えてあげてくださいって書いてあるじゃないですか。ありがとうございます。はい、どうぞ。じゃ あ, あのポリフェノールがたっぷりな方で。はい、粒あんの方いただきます。どうしても長生きしたいらしい。結構気にしてますからね。いただきます。はい、あんこがね綺麗にその粒の一つ一つが立ってるのが牛皮から見て取れるんですよ。で中にうわーすごいイチゴが、まあジュルジュルじゃもうジュルジュルってしてるのが、うわ何言うてるか分かんない。いっぱいねイチゴのねこの果汁が出てきて、うん、この酸味と甘みのバランスがもうめちゃめちゃ美味しい。じゃあ私はそのあんこが入ってない分、はい、白あんですね。あ、これ白あんですか。白あんです。白あんです。でも白あんを通してちょっと ねこのいちごの赤いのが、はい、見えてますね。見えてるんですよ。入ってないみたいに見えてますよ。本当にそうですよ。この半透明というのは何とも言えませんねこれ。いただきますね。このいちごのジュールね、すごいでしょ。おいしい、うん、これ空飛ぶように売れるわ。だって今噛んでないんですよ、うんうん、噛んでないのに牛皮がね溶けていきますよ、うん、で残るのはいちご、中に入ってるいちごの果汁ですよこれ、うん、おいしいわ。でこれ白あん入ってるんですよね。そうですね、甘さがほとんど感じないぐらいの、はい、程よい感じの白あんですねこれ、うん、これもう多分4つ5つパクッと食べれちゃいますよね。うん、ちょっと食べましたもんこれ、はい、うん、まだいけますね。全然いけちゃう。この甘さのバランスめちゃくちゃいいですよね。このほんまにバランスですよね、うんうん、いくつもいけますねこれ。ペロッと私も食べちゃった。はい、来なくなりましたね、うん、すごい、ね、この牛皮の柔らかさ、はい、何なんですかこれ。この滑らかでとろけるこの食感、驚きですねこれ、はい、うーん、うわー美味しいでしょう。美味しい。これは美味しいわ。あのアンドーナツもよかったら食べてみてください、はい、和菓子屋さんであの、ま、かりんとうまんじゅうみたいな形では出てるんですけど、うん、アンドーナツで出しておられるとこ珍しいですよ ね、うん、まあ、パッと見たら本当かりんとうまんじゅうみたいな感じですね。いただきますね。砂糖がファーっとこう周り振られておりまして、はいはい、まんまるです。うまく揚げられたドーナツです。いただきます、いただきます、うん、柔らか、まあんこたっぷり入ってますね、うんうん、でもあんこの甘さはほんま控えめ、むっちゃ控えめ。うん、あのあんこの甘さが直球でボンとくるやつありません。ええー、来ないでしょ。来ない来ない。うん、もうほんまにね外角はスライダーが外れた感じの。遠回しすぎて分かれへん。こんだけギュッて入っててもこの甘さだったらもう。ペロッといけちゃいますね。で外側のやつももっと硬いのかなと思ってドーナツやから、うん、もう柔らかいですね、うん、ふんわりしてる。ふんわりするんですよ。揚げたてを食べるとなんかサクッとするんですけど、あ、そうなんですか。ちょっとしっとりしてきた頃に食べるのがおすすめだそうです、うん、多分今ちょうどいい感じで、ふんわりしていい感じですよ、はい、いやーこれ衝撃受けられたの分かりますわ。あ、この牛皮にものすごい衝撃受けました今。いや、今日はどなたが、うん、はい、そちらのですね2代目さんに出ていただきます。白子さん、新澤孝之さんです。新澤さんですか、はい、新澤さんこんにちは。あ、こんにちは。どうも今いただいております。 ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ美味しいです。ようできてますねこれ。あ、本当ですか、よかったです。これやっぱり先代からの受け継いだ味なんですか。これはですね、どっちかというとこう、うん、こう
日に日にこういい材料が入ればテストしてでこう調整を重ねていって今の形になりました。なるほど、はい、特にこの牛皮の溶け方はびっくりしますね。ああ、そうですか、ありがとうございます。これどないして作ってあるんですか、こんな口の中入れただけでパーッと溶けていくのは。ああ、もうそれはですね、やっぱこうあの水なんですね。水、はい、あのいい水を使って、でお砂糖も国産のお砂糖を使って、であとはまあ先ほどおっしゃっていただいたバランスをこう整えて、こう甘みと酸味とこのその水の分量であったりとかですね、この辺をこううまく調整していくと、なんかこうギリギリのところでその柔らかさになったっていう、はい、経験です。まあ、経験からこうして作り出されるということなんですが、もう本当に中のいちごが透けて見えてるんですが、ただその牛皮といちごの間にはあんこなり白あんなりがこ、はい、まあ、あるわけですよ、その間にカバーされてるんですよ、カバーされてるにもかかわらず、そのいちごのちょっと赤いのがこう透けて見えるというのはこれすごい技ですね、はい、ありがとうございます。これもですね、やっぱりこうちょっとこう ほんのりといちごが見えるこう和菓子らしさっていうんでしょうか、ちょっとこうそういったところも意識しながら一個ずつ手作りですので、はあ、あの一個ずつこうお菓子のいちご大福の顔を見ながら包んでますので、はい、見た目にもこだわってね。でまた中のいちごがジューシーですね。 ありがとうございます。果汁がもう吹き出すかのような感じ、今でもちょっと一番この3月っていうのは、ね、一番いちごが美味しくなる時期ですので、ちょうどいいタイミングで食べていただけたかなと思います。いや、もう最高ですわ。腕持って張りますね。ありがとうございます。大したもんですわ。あのラジオ機の方がね、八尾の方なんですが、はい、デイジーさんが衝撃受けたっていうふうにお書きいただいて、お便りいただいたんですが、私今スタジオで衝撃受けてますわ。本当にね、大げさやなくて本当に2人ともびっくりしましたよね、かなり強烈ストレートパンチですよこれ。ノックダウンですもん。何なんですか、明日からあのセブ島に行ってお菓子作りに行かはるそうです。ちょっと今セブ島でなんで和菓子作らなあかんの。どういうことなんですかこれ。先ほどちょっとあのお話しさせていただいて、あの海外からもいろいろ最近この依頼がありまして、はあ、あの和菓子をこう文化交流っていう意味合いでこう海外で和菓子を作らせていただく機会が結構ありましてです、ね、はあ、ちょうど明日から行く日だったんです。フィリピンですよ、セブ島というのは。そうですね、はい。へえ。フィリピンの方にこの和菓子の味を、しかも東大阪の若い岩田の和菓子の味を知ってもらおうというわけですね。そうですね、はい。ということ明日からちょっとお休みなんですか、こちらの。スタッフがいてますので、あのスタッフが頑張って、あれ代わりに、作っております。なるほど、はい。いや、美味しかったです。よかった、美味しかった、食べれるんや。もうほんまに幸せですわ。ありがとうございました。はい、はい、ペロッといっちゃいました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、失礼いたします。ありがとうございました。明日からセブ島に、そうなんです、日本文化和菓子を伝えに行くということなんですよね、はい、これは人気出ますよ。東大阪若い岩田にあります白穂、白いに、稲穂の穂と書きまして、はい、これで白穂なんですが、新澤孝之さんにお電話口に出ていただきました、はい。では得点参りましょうか。あ、お値段の方を聞かせてもらいましょうか。はい、いちご大福の方が粒あんも白あんも同じ値段でして227円です。はい、あんドーナツは108円です。なるほど、はい、いちご大福が227円、まあ、ちょっといいお値段しますが、食べてみてこの衝撃がこのお値段から伝わってくると思います。本当にそうです。そうなんですよ。それからあんドーナツが108円ということで、はい、本当に一口二口パッと食べることができるんですが、まあ、甘さ抑えめの、感じに仕上がった、あんドーナツになってます、はい。まあ、ぜひ皆さん買いに行ってみてください。じゃあ得点参りましょう。はい、10点10点10点もうこれ間違いない。はい、もうもちろん。まあ、あのよかったら新澤さんにも30点もらったよって明日セブ島で言うてほしいぐらいですよ。そうですよね、満点取ったで言うてね、言うてほしいですよ。いや、これはね、多分世界各国の人が分かる味やろうなという、この食感といい、多分食べたことがなくて
ったらもう衝撃はさらなるものになっていくのと違うかなと、私たち日本じゃ慣れてますけども、うん、世界にこんなうまいもんがあんねやと思ってもらえるちゃいますか日本に来たくなってもらえるかもしれない、ね、いやそうですよね、和菓子がね、これこそ文化交流ですよね、ありがとうございます。もう一回場所をお願いできますか。はい、近鉄奈良線和歌岩田駅から歩いて6分ほどのところです。南の方に駅から進んで行っていただきまして、和歌岩田のですね、岩田本通り商店街三叉路に出ましたら右手の方に進んでいただいてしばらく歩いたところにあります。とにかく和歌岩田からガードくくってそのまま南の方へ行ってください、はい、南の方へ行きますと三叉路があります。三叉路を右手の方に行けばいいですね、はい、はい、そうです、営業時間が朝の9時から、夕方夜の7時まで、定休日が火曜日です。電話番号が0667232075です。また3月11日から19日までの間、アベノハルカスに催事で出店をされるということで。3月のいつですね。11から19です。11から19、いや私ハルカスよく行くから、ハルカス の9階の催事場で、いろんなお菓子が集まるイベントがあるそうです。はいはいはい、はい、そこに出店されるんですか。はい、メディアとのなんかコラボ商品とかをいっぱい出しておられるイベントがあるそうでして、はい、そこに出しておられて、もちろんコラボもそうなんですけど、いちご大福とかあんドーナツとか定番のも持っていかれるそうですね。なるほどなるほど、はい。でも早いかな、なくなるやろね、これまた。そうなんです、アンドーナツなんか土日は午前中でなくなったりするらしいので。あ、そうなの。そうなんです。これも急がないと、はい、どうしても欲しい方はちょっとご予約されてから行った方がいいかもしれないです ね。もう3時終わったらすぐ帰って今から今頭の中それしかなかったからさあ皆さんからもですね、いい情報、ここにこんな美味しいもあんで、こんなここのうちのコロッケむちゃくちゃうまいねと、うちの近所のこの肉屋さんのコロッケ最高やねとか、ここのポテトサラダが美味しい、クリームパンが美味しい、あんパンが美味しい、和菓子が美味しい、餃子が美味しい、何でも結構です。皆さんのお近くのこんな美味しいもん教えてください。はい、おはがきは郵便番号 552-8501、552-8501、ラジオ大阪本間門原田俊春です。1時ですがおやつですの係までです。ファックスは大阪 06-6577-0301、 06-6577-0301、 メールはほんま @obc1314.co.jp、 honma@obc1314.co.jp です、採用させていただきますとラジオ大阪のクオカードプレゼント、今日いただきました、ラジオネームのですね、デイジーさんですね、デイジーさんにはクオカードプレゼントさせていただきます。はい、ぜひ皆さん教えてください、よろしくお願いいたします。ということで四方かなさんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。